2万円分お互いに買い合いっこしてみた。2つ目ウェイウェイ。こんにちは、ロコです。マコです。アコです。はい、ということで今回はドンキで2万円分お互いに買い合いっこしてみた。1人6600円分ずつまず買ってきてもらいました。それぞれが欲しそうなものを買ってきてあげるという企画になっております。2万円を3人で割ったってことね。そうそう、1人2万円じゃないよ。一番ポイントが少なかった人が自分のために買ってきてくれたものを最後募集します。はい、待って、もう一回言って。レッツゴー。最初ロコちゃんのために買ってきてくれたもの、じゃあロコちゃん真ん中で、マコアコちゃんが両サイドから紹介してください。これあれだよ、毛じゃないからね。アイラインで描いただけだから。あ、そうですね。お腹が出てたらびっくりだ。毛深い人じゃないからね。はい、じゃあマコちゃんからいきましょう。一つ目、はい、せーの、せダダン、テレテレしてんじゃねーよのメガサイズ。はい、分かってるね。大好きなんで。はい、ありがとうございます。いいね、美味しそう。ちょっとロケねーよ。一番やりたかったの豆乳イソフラボンのなんかクリーム。はいはいはい、ゴシゴシ言ってるもんね。へぇ、ちゃんと分かったね。薬局で見つけて買おうか迷ったんだけどやめたんだ。あ、そうなんだ。美味しいって言ったのを覚えててこれを買いました。はい、え、これいいじゃん、後で見る。一斉がさ、はい、どこが好きなパックそれ韓国版でしょ。韓国版だ。え、でも韓国版でもいいんだよ。それ何枚入りなんですか？1枚ですか？1枚入りです。韓国版合わないんだとか言ってたの。箱入りのやつね。だから買わなかったの。ちょっと箱入りのやつね、1200円もしとったらなんかいろいろ買えないなと思って。そうね。何ですかこれ。秘密ニーゼリー。ハニーゼリー。え、頼む。ソースに乗せるのかね。あと喜びすぎてるとね、バレちゃいますからね、気をつけてください。はい、これめっちゃ美味しいの。あ、そうなの。でも一回も食べたことないからね、これ前食べた。一緒だよ。じゃあ次、マコさん。てれーん、パニーゼリー。ボトルっぽい感じ。これは、はい、TikTok ゼリーみたいにこういう形なの。ああ。だけどこれはそのまま TikTok ゼリーのいちご味。ありがとう。はい、一緒の。はい、なんかママに勧められた、なんか顔につけるやつだよね。あれ、これ鹿マスク、鹿のやつじゃないですか。そう、あ、鹿ですね。え、これどうやって使うの。確かに、これどうやって使う。これマスクですよね。わかんないけど、100円だからいいんじゃないっつ。ブリーティングマスクって書いてありますけど、ブリーティングマスクにつけるマスク。終了です。お、ということはロゴちゃんに買ってきた7個ですね。はい、はい、これちなみにマコさんが買ってきたのはプラスアコさんのも買ってきてるってことでね。アコさんのがここに入ってるってことですね。え、いいのがいっぱいあるんじゃない。はい、では、マコさんのはこれね、後で正解発表するのでここに置いといてください。では、アコさんがロコさんに買ってきたものいきます。はい、一つ目、はい、きょ、チョコバナナのお菓子。へぇ、なんかロコ、太らされるの。バナナ好きだから。ちなみにロコ最近あんまり好きじゃない。なんで言いました。最近バナナ好きじゃない。あ、そうなんですね。好きだよ、好きだよ。好きだね、はい。じゃあ次、アコさん。いや、これはロコ、マジ、本当にロコだったの。ロコのはず。ロコっぽいのを選びました。はい。爪。おお。え、すごい、マット。これ、ネイルチップですか。そうですね。おお。すごい、マットだよ。これ、1200円しました。めっちゃするやん。かわいいよね。ロコの2つもしかして。リップ、かわいい。おお。え、かわいい。1000円しました。1000円した。すごい、結構使ってるじゃん。あのさ、これ一つ言っていい、うん、値段のさ、なんか長く来てます感ですってな。何言ってるの。お金、お金、お金、お金かけてます感を出すなってこと。じゃあ行くよ。はい、ちょっとね、かぶりましたね。おお、ハニーゼリーね。はい、こちらです。はい、最近これなくて絶対いるなと思ってたの、うん、シール、付け爪のシール。ナイス。付け爪のシールですね。ネイルチップ用のテープです。なんかよくわからないんですけど、これを選びました。わさび味アーモンドだそうです。え、いらん。これいらなかったら、はい、これは多分いけると思う。トッポギみたいなお菓子。へぇ、チンダンドントッポギ。これもなんかお菓子ですね。きっとこれは夜のママとパパのおつまみになるんですね。はい、
めっちゃもらえるじゃん、6個。そうですよ。まあ、最後に募集の可能性もありますけどね。何言ってんの。これ7個今。こちら韓国の麺です、ね、絶対太らせようとしてるよね。いや、だってさぁ、売れたくないんですね。じゃん、これでもいつもなんか買ってるもんね。ひょこちゃん、この前の買い物に買ったまだあの事務所にあります。事務所にいっぱいになってる。以上です。え、何ですか、うん、これアンドハニー、ーシャンプー、そう、がリンスの、おお。卒業式の日の前の日にあるね、はい、それもらえたらね。そうですね、もらえたら。じゃあロコさんが欲しいもの発表していきます。一つ目、青のパック。マコさん1ポイント。なめらか本舗の下地みたいなの、すごい。3つ目、ネイルチップ。おー、アコさん1ポイントの、マコさん2ポイント。次、グミッツェ。ありません。グミッツェって何。あー、ドンキ売ってんのかなと思った。わかんない。次、フィーノ。フィーノって何。シャンプーです。リンスだよ。あ、リンスか。あ、フィーノ買ってなかった。ヘアパックですね。なんか買ってなかったっけ。やめたんだっけ。はい、じゃあ次、ハニーゼリー。じゃあ、まこさんが2ポイントでしょ。ロコの言ってるハニーゼリーは一応こっちだから、こっちも1ポイント、こっちも1ポイント。じゃあ1ポイントです。これはなし。でもいいじゃん、まこさん今3ポイントありますから。まこさん3ポイント、あこさんが2ポイント。次、アイラインですね。次、ヘアゴム。そう、あのー、買おうと思ってたんだよ。次、マスカラ下ですね。じゃあ次、カラコンですね。カラコン、カラコン、わかりません、知りません、あの、わかりません、カラコン知りません、すいません、わかりません、ちょっとわかりません。マコさんが今3ポイント、え、アコさんが2ポイントです。え、ちょっと待って待って待って、え、これ終わり。終わりです。でも、これは普通に嬉しかったでしょ。これガチで嬉しい。じゃあ、それロコさんにプレゼントということですね。プレゼントかもしれません。はい、じゃあ次、マコさんにプレゼント。ロコちゃんがマコちゃんに、こちら、何それ、ヘアオイル。え、こっち、あの丸いのをプチッと開けてチューって出てくる。これいいね。これどうすんの、どうすんのそれ。もらえた。やだ、毎日お風呂入って寝よ。毎日ちゃんやった。毎日お風呂入って寝よって言った今。それは普通です。ミラー、ミラー欲しいって言ってたからね。おお、Thank you very much。 じゃあマコさんが書いてるかどうかですね。男の恵み。あ、ね、めっちゃね、ドンキにね、男梅ゾーンがあって、めっちゃ男梅ゾーンなんだ。あった。へぇ、次、こちら、ハニーザーイ、ハニーザーイ、ザーイ。これみんなやっぱ欲しがってるのかな。これめっちゃ大好きなの。はい、あー、これなんか流行ってるよね。海はめっちゃ甘くて、このソースが酸っぱい。あー、はいはいはい、これ500円でしょ。ジューシードロップです。値段の探してください。はい、540円です。はい、安いよ。あ、竹串にバーって刺して、あの、こうやって。おー、すげえ、マシュマロが。やってほしい。でも、焼いたら美味しい。焼いたら好き。この種類が好き。食べれるから、いい。はい、あれだよ、ココアにも入れられるし。クレリングソーダ。はい、え、なんか初めて見たんだけど、そうですね。クレグミアコの方が好きだと思います。そう、おしまい。はい、じゃあ7品ということで、まこ多分ね、これが、これとこれが嬉しかった。あ、そうなんだ。まあ、正解してるかどうか分かる。ここは嬉しい。いや、まこね、これ絶対嬉しかった。嬉しい方法。あこさんが、まこさんへのプレゼントね。あとね、平等にしましたね。ロコの方がちょっと多いね。はい、1個目。マコって、はい、あの、なんだっけ、なんていうの、クロミちゃん。クロミちゃんとかマイメロの種類ってなんていうの。サンリオ。サンリオ、サンリオが好きなんで、その中のクロミちゃんが好きと言ったので、これはロコが持ってるかもしれないんですけど、これはマコに買ってみました。はい、ちょっと名前書いた方がいいと思います。ありがとう。取られると思います。名前取られます。いいよね、別にね。値段、
まずチョコレートの中にクッキー&クリームが入ってて100キロカロリーだって、ミルクオレオ。いや、何盗もうとしてるよ。こうなんかワンツースリーフォーっていうやつが好きで、海外のお菓子でこれ食べてみたいって言ってた気がするから。続いてハネツラ。ハネツラ、はい、つけ止め。あー何してる、かわいい。これラプンツェルっぽくない？うん、かわいい。まこさんが好きな色ですね。これね。続いて。はい。あ、モモボンボンだ。ボンボン。はい。モモボンボンじゃないよ。ボンボン。ボンボンサイダー。はい。ボン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 サイダー。売ってるよ。これね、前飲んだやつ。モモ。ピンクモモエイド。飲んだわ。これはあのモモが、モモが細かく切ってあるやつが入ってるの。で、これはなんか炭酸みたいな。あ、本当の飲むのだけ。桃が好きなので桃を買いました。はい、こんな感じ6品ですね。こちらお菓子のサプロポテトなんですけど、フォーエイトさんが、えいちゃんがフォーエイトさんとコラボしてるやつ。フォーエイトさんとコラボしてる。え、そうだよね、確かに。で、コラボしてるだからお願いします。コラボお願いします。マリコス、コラボお願いします。はい、ということでそれ買ったんですね。そうですね。はい、おしまいです。はい、終了です。でも結構平等にいった。では行きます。まこさんの正解発表しますね。1つ目、アイシャドウパレット。2つ目、ハニーゼリー。ウェイウェイ。じゃあ1ポイントです。じゃあアコさんは今合計3ポイントで、ロコさんが1ポイント。次、TikTok ゼリーですね。次、マフラー持ってんじゃん。もう熱くなると思いますね。そうですね。撮影日3月のね、後ろの方です。次、つけ爪。おお、ロコさんピンチ。マコつけないよね。言ってたのにロコ。次、桃のジュース。マコが言ってたのはこっち。ああ、じゃあ3つ目。ちなみにこれね、お母さんもちょっと見て。桃のジュース。ジュースって書いてある。ジュースじゃなくてジュースって書いてある。ジュース。そしてが全部違う。7個目、ハニーゼリースティックタイプ。ほら、これか。こっちのタイプ。こっちのタイプですね。まあどっちみちポイント入りますね。次、フォーエイトさんが着ていた T シャツ、札幌ポテト。すごい。いや、これは普通にもう大好きだから、普通に。はいはい。はい。負け格じゃん。次、ビューラー。おー。天才よ。ロコさんが2ポイント。次、いちごのグミ。あー、買ってない。探すな、探すな。ロコちゃんからいきます。せーの。はい、ピザポテト。ありがとう。ダミカさんが来てました。ロコが可愛いと思ってから買った。すごい良くない、これ。ロコは多分盗んできます。これも、もうやった家に、ロコが可愛いと思って買ったもん。はい、サトメグミ。はい、サトメグミって一番好きなの誰なんだ。はい、これあなたが欲しいものじゃない。違う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 、大丈夫。はい、わかってるねー。ホタテタラ、ホタテタラ、ホタテタラ、絶対おいしいじゃん。あなたが欲しいものですか。大丈夫ですか。おいしい、食べたい。次、カムカムレモン。あー、おいしいね。カムカムレモン、マクの方が好き。じゃあマシュマロとカムカムレモン間違えた。でっか。でも好きなんですよ。やばー、めっちゃでかい。はい、ハニーゼリー。これはね、出てくると絶対分かった。絶対分かった。うん、ネイチもう、見て可愛くない？見せてもらえますか？待って、ごめん、なんかちょっとテンション上がっちゃった。おい、まだあるの？お、ビューラー。同じやつ？同じやつです。はい、喧嘩にならないように。なるほどね。これで終わりですか？はい、おしまいです。ということで、ロボさんは8品。わかんない。ああ、ではラストね、まこさん。なんか間違えてさ、季節外れの何ですか？マフラーって書いてるんですかね。はい、じゃあまこさんどうぞ。どうぞ。マフラー。マフラーってか、これね、ネックウォーマーみたいなやつ。最近この人毎日 T シャツ着てる感じです。え、これネックウォーマーする？ネックウォーマー持ち帰れたらね。そうですね。ここ
見つけてた、はい、次、次テレン、ネイルチップ。おお、かわいい、かわいい、アコっぽい感じの羽の。確かに、もらおう、青っぽい。え、ダメよ、なんかこういうふざけてんの。ふざけてんのはあなた強いじゃん。ふざけてないけど。次、はい、アンドハニーね、はいはい、あとね、ハチミツより桃の方が好きなの。あ、これも分かってるね、分かってるな。どうしたかぶりました。おお、ジューシードロップだ。そう、これが心がついてなんか、マジ黙ってて。分かった、黙ってられない。誰ですか、アコさんに酒飲ましたのは。そうだよ、誰。多分これがロップ、アイシャドウパレットね。おー、買おうか迷ったの、見して。え、これいくらっすか。500円だから。えぇ、ー、見して。すごっ、500円。いや、36色だって。地球グミと同じ会社の、うん、トローリーね。あー、さっきのやつか。ブドウ味、はい、ありがとうございます。ハニーゼリー、ハニーゼリーですね。なんかお菓子ばっかり見てたら気持ち悪くなってきた。キュンミキュンミンな。ハニーゼリーこんなの何個あんの。めっちゃあるよ。フィーノ、アコさんに買ってきたのね、それ。ねえ、もうなんか6個は持ってるからいらないかなって思って。ちょうどもう半分ぐらいまで到達してるところなんですよね。アコはフィーノが欲しいって言ってたのね。あ、そう、ロコのやつとか、うん、これはね、あげました。これをロコにやってたら私ね、4ポイントだった。確かにね、バカだよね。お疲れー、ハマンさん。めっちゃムカつくんだけど。アコさんの正解発表します。うわ、匂いすんご、はい、ドンキで欲しいもの1つ目、ハニーゼリー。はい、アコがちなみに思ってたのは、あ、そうですね、まあ、でも1ポイントずつね。2つ目、お菓子の洋服、これのこと、これ、はい、じゃあロコさんが今2ポイント。3つ目、ネイルチップ、きた。はい、アコさんが2ポイント、ロコさん3ポイント。4つ目、メイク用品。これ大丈夫ですか、両方。どっちかって言ったらこっちだとね。ああ、まだどっちもいいんじゃないですか。どっちもいいんじゃないですか。じゃあ1本ですね。次、靴下。は6個目、韓国のラーメン。はぁ、フルダック。あ、あるよ、こちら。いや、さっきてた。次、ハリボー入ってますね。うわ、買おうか迷った。次、スヌーピーのぬいぐるみ。もうスヌーピーなんで買ってくれなかったっけ。スヌーピーなんかいなかった。おっしゃよ。次、韓国のお菓子。これは韓国のお菓子。次、カバン。ありません。ということでということで、ロコさんが合計6ポイント、マコさんが7ポイントということで、マコさんが1位で、ロコさんとアコさんが6ポイントで。だって3位ないからさ。じゃあ2人とも募集でいいんじゃないですか。いや、ねえ、ナイピー、ナイピー。あ、じゃああれにしませんか。事務所に寄付、自分たちが持ってかなくてもいいものを事務所に寄付ってことですか。あ、いいよ、はい、あ、待って。じゃあアコさんとロコさん、あの持ってかなくていいものを、じゃあ3つ。無駄もうそれめっちゃあるめっちゃある。じゃあこれと、なんかバナナでよくわからないやつと、もう1個あるから、これは寄付します。はい、ですね、だからこれを寄付します。はい、続いて TikTok ゼリーをおいていきたいと思います。はい、カムカムレモン。はい、カムカムレモン僕が持ってきます。それ以外は持ち帰って大丈夫です。自主的な寄付も OK です。うん、こちらいりません。自主的な寄付はこちらもあんまりいりません。これはいらないよ。ちょっと自主的な寄付多くない。マコは、マコも寄付しなかった。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、この影響よろしくお願いします。それではお会いしましょう。バイバイ。くしゃ、おまけ、いちごグミを食べます。はい、できない。あ、できた。アコのお菓子の入れ物。チキビ、バイバイ。